ファイルをクリックします。新規作成をクリックします。テンプレートの中から白紙の文章を選択します。作成をクリックします。新規文章ができました。最初にページのレイアウトを行います。サイズをクリックします。サイズを指定します。 余白をクリックします。余白の設定を行います。ワードを使って文章を作成しましょう。